おはようございます。今回ですね、YouTuber として稼ぐためにどんなことをすればいいのかってことを、一つの YouTuber さんの例を用いてお話していこうと思います。こちらの方をご覧ください。例えばね、ヘルシー料理系 YouTuber さんが売り上げを上げるためにどういうことをやってきたのか、そしてどういうふうに売り上げを上げたのか、まあその例とともに、これから始めようとする人にね、ヒントになればと思っております。ヘルシー料理系 YouTuber が売り上げを上げるためにできるイベントは大きく分けて以下の4つがありますと。普段の動画更新の他にこういったイベントを1週間に1回とか1ヶ月に1回とか織り交ぜていくといいですよってことになります。1つ目、試食会とか料理教室。これは当然欠かせないですよね。やっぱり料理ってのは匂いとかね、色合いとかお皿とかお店の雰囲気、場所の雰囲気ってのも当然ありますんで、そういったところでね、視聴者さんの心をつかむっていう必要があります。視聴者さんに実際に料理を味わってもらうことで、レシピ本や動画の購入につなげることができますと。やっぱりね、試食会をやるべきですね。私たち、ビジネスコンテンツをインターネットで販売している人間もですね、やっぱりリアルセミナーって欠かさないんですよ。で、実際に面談をしたりとかね、マンツーマンコンサルしたりっていうふうに、リアルで会う場所っていうのは、ネットをやってるからこそなくしちゃいけないかなと思います。で、完全に上級者になるとネットオンリーでいけるんですけども、まだね、稼いでない方とか稼ぎが少ない方は、リアルを積極的に用いていかないと、なかなかね、視聴者さんの意向はつかめないところがあります。二つ目、コラボイベントですよね。他の YouTuber さんとか企業とコラボすることで、視聴者層を広げていきましょうということになります。結局、一人でやってダメなら、誰かと協力してやるっていう方法があるんですよね。特に集客力の高い方とか、常に情報発信されている方とタイアップしていく。まあ、即可塾のズーム対談っていうのもね、その一つだと思っていただければと思います。三つ目、オンラインイベントですよね。やっぱり、これもインターネットで稼ぐ上で必要になってきます。やっぱこう、遠方に住む視聴者さんも参加できるってことになりますので、まあ、ズームでのね、リアルタイム、リモートレッスンみたいなのがね、リファイトクラブでありますけども、あんな感じですよね。で、四つ目、ファンミーティングですよね。やっぱオフ会とでも言いましょうか。視聴者さんと直接交流することで、ファンとのつながりを深めることができるよねってことです。まあこういう場合は、例えば自分で経営してるお店がなくても、ヘルシー料理を提供してるお店に何月何日集まりましょうみたいな感じで、そこのお料理を食べながら、そのお店の人ともね、仲良くなっていくっていう形が取れると思います。場合によってはそのお店で自分の YouTube 発信を紹介してもらえるかもしれませんからね。こういうふうに常に自分の裾野を広げていく作業っていうのが必須になってきます。で、それぞれのイベントのメリットとデメリットもまとめております。一つ目、試食会とか料理教室は、やっぱりね、メリットとしては視聴者さんに実際に料理を味わってもらうことができるんで、レシピ本ですとか動画の購入につなげることができると。また視聴者さんとの交流を深めることができますので、やっぱこう、人間関係がね、濃くなっていくってことになります。デメリットは、準備や運営に時間がかかるんですよね。やっぱりこう、ネットビジネスで稼ぎたいっていう人は、時間がないんですよ。時間がないのにさらに時間がかかることをやるんですかってことになりますけども、これは避けて通れないんですよね。だって最初からね、YouTube だけで収益がボーンと上がるんだったら、今悩んでないわけですよ。そうじゃないってことは、やっぱりね、視聴者さんが求めてるリアルってものから入っていかなくちゃいけないんですよ。ネットだけで完結するように満足しているわけではないわけなんですよね。まあ、リアルもなければ、いまいちねっていう形になりますので、これは避けられないことかなと思います。それから、会場費とか食材費のコストは当然かかってきますよね。当日段取りよくやらないと時間もオーバーしちゃいますんで。まあそういった、実際のね、動画の中ではお知らせできないようなトラブルとかミスってものも見せることによって、親近感がやっぱり培われるってことにもなります。で、デメリットですけども、企画内容ですよね。ヘルシー料理の試食会ですとか、ヘルシー料理教室、料理対決、こういったイベントも、やっぱり成り立つんですけども、例えば料理対決なんてのはね、すごく楽しいイベントになると思いますけども、やっぱりいきなりはね、ハードル高いですよね。でも、遠くにはこういうこともやろうかと思ってますよっていうふうに、動画の中で語りかけることによって、その、通常の動画発信に広がりを、奥行きを持たせることにもなりますので、こちらの方も、積極的に発信するとよろしいかと思います。で、集客方法なんですけども、やっぱり YouTube 動画で告知するっていうのがオーソドックスなスタイルです。その他 SNS で告知していただいたりとか、メルマガも別で発行していただいたりとかっていうのが必要になりますので、やっぱり普段のね、動画更新の他に、さらに濃いファンの方をまとめるようなメルマガっていうのの発行っていうのがね、いるんじゃないかなと思います。で、二つ目なんですけども、コラボイベントですよね。メリットっていうのは、他の YouTuber さんや企業との視聴者層を取り込むことができるっていうところがあります。
で、チャンネルの認知度も当然広がりますからね。やっぱりやるべきかなと思います。で、デメリットは企画内容の調整に時間がかかったりするんですよ。やっぱり他社が介在するわけですからね。場合によっては何がしかの広告料を払ってくださいということもあるかもしれません。で、相手のチャンネルのイメージに合致する必要がありますので、やっぱりね、ヘルシーな料理を打ち出していこうとしたら、それに賛同する人と組まないといけないですよね。安ければ何でもいいんだとか、食べ放題系だって人とは合わないかもしれませんね。それから企画内容になってきます。他の YouTuber とのコラボ動画、企業とのタイアップ企画、これはやっぱり自分の中でいくつか温めておかなければなりませんよね。どっかの企業とコラボすることが決まった時に、その企業のアクション待ちになってはいけなくて、積極的にこれやりましょう、あれやりましょうみたいな提案をしていくことが必要になってきます。で、集客方法も同じですよ。コラボ相手と共同で告知するために、共同のズームライブをやってみたりとかね、それぞれの YouTube で宣伝してみたりとか。で、やっぱり SNS もちゃんとね、運用していかないといけないんで、Twitter ぐらいはやっておかなければなっていうところです。はい、3つ目、オンラインイベントですよね。メリットがこうあります。遠方に住む視聴者さんも参加できるってところですよね。それから準備や運営が比較的簡単です。コストもかかりにくいです。デメリットっていうのは、視聴者さんとの交流が制限されること。まあそういうのはあるでしょうね。で、企画内容、オンライン料理教室、オンライン講演会、オンライン失業と、こういったものも取り込んでいけるんではなかろうかと思います。集客方法は同じですね。ここでね。で、ファンミーティングっていうのはやっぱりね、どっかでやっていければなと思います。メリットは視聴者さんとの直接交流ができることと、ファンとのつながりを深めることができるということ、言うまでもないですよね。それからデメリットは、準備や運営に時間がかかります。で、会場費などのコストもかかります。そういったデメリットはあるんだけども、やる意義はあると思います。今のまんまでやってても、なかなかお客さんが増えなかったり、売り上げが取れないんだったら、やっぱりね、挑戦していくことですよね。で、交流会、質問会、ミニライブっていうものができると思いますけどね。はい。で、最後になりますけども、集客方法はやっぱり同じです。何をやるにしても、 YouTube で集客をするってことはすごく必要になってきます。で、これら今までお話したのはね、7分間ほど喋りましたけども、ぜひね、何かを企画してトライしていただきたいと思います。今回の参考資料なんですけども、YouTuber の収益化方法10選、稼ぐための戦略を徹底解説、それからイベント企画の成功事例10選、目的別、業種別に徹底解説、これを読み込んだ上で私なりのスパイスを効かせて、以上の動画を撮りました。ぜひ試してみてください。